いやもう足立が優勝しかないでしょこれね。もう誰で足立と俺は喧嘩してきたんだろうな。足立区来ました。来ましたね、やっと。いよいよですね。いよいよ北千住に到着しました。やっぱ足立って、うん、東京のエリートヤンキーのイメージあるじゃないですか、ね、エリートたくさんいりゃいいよね、はい、ただ明るいからね。そうですね。どれぐらいその悪い奴らが集まるか。イメージで言うと夜なんですけどね。夜だね。昼間から いればなっていう感じなんですけど、ね、そうだよね。まあでもあといろんな告知もしてるしね。はい、まあ、ちょこっとじゃあ歩いてみようか。そうですね、うん、栄えた町から下町に入ったもんね。そうですね。ここに入った瞬間、まあ、夜になるとこの辺が ねこうめちゃめちゃ喧騒あふれるというか、腕っぽしが強い人が多いイメージですね。足立一人でワンパクできる。そうですね。川崎拓さんとか強い人が多いですね、うんうん、やっぱいないかな。いないですね。明るいね。足立みたいな人ってまだブレイキングダウン出てきてないじゃないですか。ないね。本当に人本当にないね。まあでも悪いことはみんなジム集まってるじゃないですか。だからいない可能性ありますよね。駅周りとかやっぱビビってんのね。ですね。パンピーっぽいやつ、はい、メールとかも結構来た。そうですね。試合出させてくれ、出させてくれって言ったのは、例えば平成生まれで一番有名なヘビー級の子なんですけど、悪くて、うん、で10年やってないけど、うん、またやるんだったら俺出るよって言ってくれて、楽しみだね、はい、じゃあ本物の不良たちがジムに来てんだと思います僕はね。樋口さんが言うスーパーエリート、はい、でも相当悪いですよ、ね、悪くて強い子たちが本当ジムにバーッと集まってくるん で、じゃあそろそろジム行ってみますか。行っちゃいます。もう、はい、ね、どれだけエリートがいるのか。そうですね。まあ足立代表イコール僕は東京代表だと思ってます。そうだね。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。かなりいい感じの子たちが集まってると思います。エリートなんでしょ。はい、足立のね。みんな喧嘩しに来てんだよね今日は。いいね。じゃあバンタム級の方手挙げてください。じゃあちょっと立ってもらっていいですか。こちらの方から一人ずつ意気込みお願いします。死刑囚を締め落としたことがあります。大橋優太です。地元のクラブで暴れてたんで治安維持としてサクッと締め落としました。武勇伝とかもどうでもいいから全員殺してあげるから。あ、覚悟しとけ。殺してみろよ。殺してみろ。殺してみろ。何これ。おい、おー、はい、ストップ、ストップ、一回ストップ。セキュリティ。はい、一回ストップ。はい、ストップ、ストップ、ストップ。ストップ、ストップ、ストップ。はい、セキュリティ、セキュリティ。止めて、止めて。何言ってんの。何言ってんの。何言ってんの。ここやらしちゃいます。面白い。いいね。いいね。じゃあそこ二人さ、試合やってもらおう。もうそれ以上熱くなるのやめよう。試合でやろう。あ、もういいです。ここで終わりで。はい、試合でやろう。試合でやるんで、いいです。はい。岸さんいます？はい。岸さんですね。まあ、シェンロンしか見てないんで、とりあえずそこ行って戦えればと思ってるんで、まあ、強いやつがいればやらせてください。お願いします。おっす。自分は結構大阪、もう打倒大阪で考えてるんですよ。日本一って、足立を日本一にしたいっていうのなんで、やっぱすごいいいと思うんで、ぜひちょっとね。中山さん、はい、MMA2 年やってる。はい。強い、そうですね。うん。折笠さん、はい、結構強いですね。試合見させてもらったんですけど。この2人ちょっと見てみたいなと思うんですけど、うん、どうですか。やろう。はい。経験者同士です。勝ちに行くなら自分を出させていただければと思ってます。例えばですけど、はい、趣旨は喧嘩自慢じゃないですか。はい。で、MMA2 年やってたって、なんでこれ応募しようってなったんですか。足立区に、まあ、自分がいるんだぞっていうのをちょっと証明というかしに来ました。そういう思いがあるんであれば、ちょっと今日喧嘩自慢の人と戦ってもらいたいなっていうので、じゃあスパーリングお願いしてもいいですか。はい、はい、試合で見せます。じゃあ折笠さん、どうですか。足立区の代表は僕だと思ってるんで、まあ、試合で見せます。勝ち負けだけではなくて内容がすごい重要になりますので、もう最初からバンバン行ってください。バンタムの方、まあ、ここで見せますよ、はい、いいね。ショーパンされたんで倍返してます。はい、行きまーす。はい、
離れず。はい。おい。ブレイク、ブレイク。はい、離れる。10秒前。はい、いくよ。はい。ブレイク。はい、ストップ。はい、終わり。赤の勝ちです。ブロック。もうちょっとやりたかったんですけど、次2回目あれば。折笠さんと中山さん、バンタム級取り行きます。中殺し実力あるんだもんね。そうっすね、樋口さんが押してるぐらいだからね。はい、強いね。まず優勝すると思ってるんで、まあ、朝倉氏王から喧嘩っぽくな、はい、喧嘩自慢っぽくない人選ばないでくれって言われたんだけどもう一試合やる？チャンスがあるな。はい、おっす。樋口くん、今回喧嘩自慢地区対抗戦の監督でしたけど、どうでした？他のチームは大差したことなそうだった。大差なそう、うん、元気な。間違いなく、ね、はい、足立が優勝すると思うので、今回ゲームアプリの見学では、喧嘩自慢地域対抗戦で決勝に残るチームの予想をしています。正解した人の中からブレイキングダウンの会場チケットも当たるということなので、ぜひアプリをインストールして応募してみてください。樋口くんからもアピールしておかなくていいですか？絶対に足立が勝つんで、皆さん信じてください。前に来てください。ヒカルチャンネルバトルミリオネアから来ました、伊原亮太郎です。自分は、足立区のバトルミリオネアにて足立区の帝王メガネ社長をフルボッコにして、ここに実力を持ってきました。別に全員やります。誰とでもやります。ライトのやつでもやるし、バンタムのやつでも僕落としてやるんで、誰でもいいです。上等です。誰か俺とやりたいやついる？はい、いる。俺がやりたい。やりたい。俺がやりたい。いい、入れて入れて。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、勝手に決めない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 。はい、パッセキュリティ。はい、締めない、締めない、首締めない、首締めない。止めんな、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 お前ひざけんな。はい、ストップ、一回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 ストップ。離れろ、はい、離れろっつって。はい、ストップ、はい、ストップ。あの、一番暴れてた、はい、名前じゃあお願いします。ナオトです。まあ、正直やってきたことも全然違うし、バチバチここにかけてきたんで絶対見せます。どういう意味でかけてきました？いや、もう全てですね、人生かけてきました。やります。これ、井原さんとやらせてます、ね。うん、やらせてお願いします。じゃあ、井原さんと直人さん、はい、じゃあやりましょうか。そしたら、はい、四季並さん、はい、ちょっと自己紹介いいですか？はい、四季並です。足立区って結構、地元愛強いやつ多いと思うんですけど、自分一番地元愛、足立区かけてるのも強いんで、マジで背負わせてもらったら絶対負けないんで、うん、全国の強いやつら絶対倒すんで。江川さんとかどうですか？はい、行きます。結構強いですけど。誰でもやります。格闘技ちゃんとかじってるやつとか、どの面下げてこの喧嘩自慢に名乗り上げてんのかなって思って、そんぐらいのやつ連れてくぐらいだったら俺連れてけって話なんで。じゃあここやりましょうか、スパーリング。はい、江川さんと英二君、経験者まあ、地下学デートでって感じなんで、足立区背負って、やったら自分誰にも負けないんで、このまま代表になって、足立区背負って全国の強い奴ら絶対ぶっ潰すんで、よろしくお願いします。もう背負ってんだ。はい、いいね。はい、はい、ブレイク、ブレイク、離れる。はい、いくよ。はい、はい、よ、ブレイク。はい、離れる。はい、いくよ。はい、進むな。10秒前。はい、離す、離す。はい、ブレイク、ブレイク、ブレイク。はい、いくよ。はい、どうだよ、お前。お、お前。
ロッちょっと噛み合わなかったね。はい、すいません、見せます。井原さんと直人さん、足立区でこいつ見たことないんで普通にボッコボコにして泣かしちゃいま す。相手実力もあって知名度もあって正直もう面白い試合になるの間違いないと思うんで。やれんだ、うん、なんでなんでやれんの、近づくな。はぁ、あ、絶対追ってやるよ。よし、もうやん、はい、近づくな、近づくな。これ面白いですよ。お、いいね。はい、おい、おー、ナイスボー、ナイスボー。おい、おい、やめて、待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 て、落ちてんで、てめえ。周りに聞いてみろ、聞いてみろ、じゃ周りに落ちに聞いてみろ、離れろ、離れろ、聞いてみろ。やめて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 言ってんだから、やらせろや。今、彼が今、テストバカ、お前レフリーが話してるから、レフリーの。じゃあもう一回ちょっとやりましょう。はい、行くよ、はい、はい、そう、はい、終わり。なんてこれ、死んだ。まあ納得できなかったかもしれないけど、レフリーが全てだから。それそうですね。こういう慶応できなかったら自分が悪いから。はい、うん、ただナイスパンチ、いかんです、素晴らしい。よろしく、自分自信あるんで、うん、よろしくです、よろしくお願いします。いや、でも最初ダウン取ってんですよ。最初ダウン取って止めてんすよ、キャリフィーが取ってっつって2回ダウン取ってんすよ、ね、で気持ちが折れるはずなのにそこでもう一回ダウン取ったから。あ、そうそう、肘取る、うん、フェザー級ですね。こちらもすごい悩みました。井原亮太郎選手です。僕自身もその足立区、ずっと足立区生まれ足立区育ちなんで、そういう足立区を背負って戦えるってことは本当に嬉しいです。どんだけ強い奴らがいるか分かんないですけど、もう足立区が一番絶対最強なの分かってるんで、一番注目浴びてるイベントは団体がそのブレイキングダウンだと思ってるんで、やっぱりそれで注目度を上げて、僕もいろんなことでお金を稼いだりとか、いろんな人になんか感謝の気持ちを今までお世話になった人たちに返したりとかはしたいですね。僕はもう本当に何でもない、ただの本当一般の皆さんと同じようなもう一般人なんで、僕はこれで全員ボッコボコにぶっ飛ばして、この拳一つで成り上がろうと思ってます。ではライト級の方立ってください。どうしよう、高山大志です。まあ、今回応募させてもらった理由は、まあ、足立区が募集範囲内に入ってたんで、まあ、ちょっと出てみたいなっていうのが正直なところで、ぶっちゃけ、まあ、まあ先輩後輩、まあ、あとタメとかいるんですけど、まあ俺が一番喧嘩自慢でいいキャラしてんのかなって思ってる。先輩とかでも噛みつけんだ。あ、全然、まあ、ちょっと因縁あるんで。いいね、あ、いいね、今いないですけど、うん、いいね。いや、誰かわかんねえ。お前のこと知らねえ。あ、もう、強えな。やめろ、これ。うわっ、いい、止めない、止めんかね。やるか、てめえ、こんなやろ。やるぜ。あ、やろうぜ。はい、俺。あ、名前。あ、ちょっとお名前お願いします。はい、緑川と申します。今日は、今回応募させてもらったのは足立区。足立区出身ということで、誰だよ足立区、俺らと喧嘩してって言ってたんだから。例えば平成生まれで一番有名なヘビー級の子なんですけど、甘か、うん、おおおおお、はい、ストップストップストップ、どんなもんだ、はい、ストップストップストップ、中途半端なやつがやん、中途半端なやつ、勝手ってんじゃねえや、勝手ってねえ。名前…瀬田です。あ、暴走族の総長。はい、副総長です。あ、俺が演技になるって言ったの、この人です。あ、もう決定ですね。はい、これでいいですか、じゃあ。いいですよ、瀬田くんさんと。ちょっとじゃあ、ごめんなさい、今入ってきた方、ちょっと一回並んでもらいます。いい感じですね。
うん、足立区のエリートだよね。エリートですね。足立区で出るんだったら俺らに勝って出ないと俺らの後行かないよっていう。あ、そのために自分来たんで。彼はもうすごい有名で、平成生まれでは多分一番有名だって言われてる不良、この人たちとスパーできる人っていう形で。そういるんですか今日。もちろんやりましょう、はい。足立区から来た武田です。足立区じゃないやつがいるみたいなんで、そいつらを排除しようかなと思ってます。おっす。さっきバンタム級で一人試合決まってない方いましたよね。やります。バンタム級で一人試合決まってない方いたので、武田さんやります。やろう。はい、やりましょう。全然やりましょう。全然僕ここにしちゃうから。はい、こういう音で、まあ、決まったんだリングでやるやん、お前は。いいね、うん、いいね、ですね、うん、じゃあ決定で。まあ春論しか見てないんで、とりあえずそこ行って戦えればと思ってるんで、まあ、強いやつがいればやらせてください。お願いします。おっす。バチバチ殴り合いで盛り上げます。春論待っとけよ。まあ、見た通り、あの足立取ってるんで、名刺はね、はい、今日格闘技じゃなくて喧嘩しに来てるんで、お願いします。はい。喧嘩することはもう少なくて、ただ売られた喧嘩は全部買ってきてるって感じですね。10戦ぐらいですね。まあ、こうなったらもう人生買いに行きます。掴みに行きます。大宮、姫路、豊橋、俺が全員芝居てやるから全員かかってこい。ライト級決まってない方ノーマン。ノーマン、あのノーマンってこう、僕あのお兄さんスカウトしたんですよ。出ませんかっつって、だからお兄さんがちょっと今怪我して出れないっていうんで、俺の弟強いから推薦するって言ってくれたことなんですけど。ノーマンです。特に試合とかは出たことないですけど、喧嘩で人生変えられるなら俺しかないでしょって感じで、まあ足立区だったらまあ殴り合い何でも誰でもしますよ。彼はさっき大暴れしてた、あれですか、受けます、ぜひやらせてもらえるんだ。まあ、喧嘩した相手ではないですけど。あ、全然。まあ、ここでやっても本番。あ、本番でやる。やる打撃なんで、組み合っても仕方ない。あ、そうですね。やろう。ぜひぜひ。瀬田さんと高山さん、こっち前に来てください。この2人もバッチバチでしょ。バッチバチだったね。足立区背負って、背負ってきてるんで、まあ、中途半端なやつが出るぐらいだったら、まあ、俺が普通に潰そうかなって思ってるんで。まあ、2個前の先輩なんですけど、先輩関係ないんで、喧嘩はしてる。まあ、ガチバチに言うね、言うガチして、さっき俺に絡んできたやつをぶっ飛ばしたいなと思ってます。よーし、ゴー。ナイスオープン、ゴー、ナイスオープン、これいい、やろ、バチバチね。ありがとうございます。まあ、これからもう一戦、一回やってみないと分かんないと思うんですけど、まあ、自分が足立の代表の顔になって第19優勝を導くんで、足立選抜の瀬田さん、KO しましたね。KO したね、うん、あんだけバチバチでやってね、うん、強かったな。ノーマンさんと緑川さん負けた試しがないんで、見てもらえれば分かる。負けたことないっていうところを任せてやろうかなっていう、インファイトでガチガチバツバツやっていきたいと思います。はい、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 そう、いくよ、はい、ナイス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 、ナ
やろ。言った通りだね。はい、バチバチやるって全国の不良は俺しか倒せないんで。いいじゃん、やれんの。ぜひ選んでください。ノーマンさん、はい、高山さん、ここちょっとスパーリングお願いします。森ちゃん、よかったっすね、2人とも。いやだって高山さん、そうですね、逆にエリートをさ一撃で仕留めたし、ね、ノーマンはノーマンでやる気しかないしさ。評判通りの強さでした ね、ノーマン。どっちが勝っても、はい、ライト面白くなるなと思って。ノーマン君一瞬ですよ、一瞬。はい、行きまーす。どうぞ。はいよ、はい、うん、ノーマン君いけるよ。何も考えない、何も考えない。はい、はい、アダチのノーマルです。俺が全国の不良をぶっ壊しましたので、お前の方やることやって、あとは戦いのみ。生まれも育ちもアダチなんで、必死に背負って俺がアダチの顔だよってみんなに思わせてやります。喧嘩でこんな風に選ばれて、まあ正直嬉しいし、美味しいし、全員ぶっ飛ばしたいと思ってるんで、まあ、ライト級なもんだよって感じで、まあ、これで自分の人生語れたらいいなって感じです。堀越です。まあ、足立区として代表として来るってなったら、やっぱ自分だと思ってるんで、まあ、誰でもいいんでかかってきてもらえば、なぜ大丈夫に。アウトサイダーの選手結構彼にやられてるんですよ。彼はアウトサイダーでつながったんですけど、地下格でアウトサイダーの選手結構やってて、かなり強かったんですね。もう誰でもいいです。はい、佐藤修太です。まあ、ゴタゴタ言うのめんどくさいんで、俺が本戦出て東京優勝します。試合出られてますね。そうですね、喧嘩バトルロワイヤルで試合何回か出てます。ちょっと新旧地下格対決みたいなの見てみたいなと思います。どうですか。ご確定で、はい、お願いします。足立区生まれ、足立区育ち、俺が出なきゃ誰か知ってるって感じなんで、まあ見てもらえば分かるかなって感じですね。まあ一番自分やりたい先輩だって、まあ一番強そうな彼やりたかったんですけど、勝ち上がった人と、まあ多分相手にならないと思うんで、3人だとやりたいなって感じです。やりますよ。あ、いいっすね。あ、やりますよ、やります、やります。結構階級差ありますけど、あ、大丈夫です、大丈夫です、関係ないんで。いいっすね。やりましょうよ。いいっすよ。じゃあ確定で、はい、名前は古賀です。もう正直ちょっと見てて、でかいやつしかいないんで、うん、まあちっこいやつが強いんだぞってところ、あ、まあ、ノックアウト KO っすね、こいつら。カズホさんと古賀さん、はい、行きます。いいですか。お願いします。はい、行きますよ。行きます。はい、ナイスじゃん。ナイスじゃん。はい、見てるよ。バイバイ。出せよ。はい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 。まあ、もう一戦あるからしっかりと。今、ボーミングアップなんで。いいね。いいね。いいね。OK。次、笹部さんとケントさん。まあ、特にないです。バチバチにいきます。でもそこら辺のガキには負けないんで、まあ、ちょっと殴り合いして面白い試合ができればって。いいね。はい。おい、肘気をつけてよ、肘気をつけてよ。ブンブンで相手を抜けて。おい、はい、レイ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 、離れて。いいね、いいね。はい、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 よっ、ラブラブ、そう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 、入っていけよ。イエーイ、よっしゃ。喧嘩ばっかしたんだ。そうっすね。いいね、いいね。全国の喧嘩自慢にしっかりと正しく教えるのに。もう一試合から、もう一試合、こんな試合でもやって。知り合いですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。できます。はい、成田さんは現役バリバリで試合始まったな、やつて。ケントさんはちょっと休んでた時期あるけど、当時はね、強かったっすね。はい、いけ、ケントー試合でついて、いけ、いけ、ナイス、ナイス、ナイス、ガード、いいぞ、ガード、ここだぞ、ナイス、ガード、いいぞ、ナイス、右、ナイス、ナイス、
らしい。おめでとう。最高ですね。全国のフルを絶対そうやってやってほしいんですけど。大丈夫です。イージーファイトです。ね、イージーだよね。はい。よろしく。素晴らしい。ナイス。素晴らしいです。ミドル級で戦った剣道君、あれはもうずっと小さくの時から壁だったんで、いつか越えなきゃいけない壁をこのいい機会で越えられたかなって感じです。まあ、足立区なんで、まあ、俺しかいないだろうって思って、とりあえず応募させてもらって、まあ案の定受かっちゃったよみたいな感じですね。まあとりあえず金と地位と名誉、まあ、それしかないですよね。ブレイキングドリーム、やっぱもう目の前なんで、掴みに行きたいですね。まあ俺がやるんだけど誰がやるって感じで選ばれたんで、まあ他のグループ全員ボコボコにしてんで、よろしくお願いします。ヘビー級ですね。一応平成生まれで、さっきも言ったんですけど、すごい一番有名な不良で、本当に出てきてくれるとは思わなかったぐらい有名な方で、レジェンド。いいね。いや、三つ間です。まあ足立区代表、まあ代表というかで応募してたんで、まあ、ちょっと募集してみようかなと思って来ました。例えばですけど、もうすごい足立で有名な龍二くんですけど、はい、倒したら多分相当すごいことになると思うんですよね。どうですかね。かなり強いですけど。やります。龍二くん的にどうですか。うん、まあどっちでも確定します。じゃあここ確定でお願いします。応募した理由は、まあ、ちょっと足立区出てたからっていう感じで、誰とも勝った方がいい感じなんで。片岡亮介です。ちょ、足立生まれなんですけど、足立がどんなもん強いかっていうのがちょっと分かんないんで、まあ、ちょっと応募してみました。まあ、喧嘩っていう喧嘩もみんな捨て頃かもしれないですけど、俺やってるのもみんな本当車で引き殺そうとしたりとか、バットで殴ったりとか、そんな喧嘩ばっかだったんで、ちょっと捨て頃の喧嘩やりに来たんで、ちょっと試合組める人お願いします。じゃあこの2人どうですかね。あ、お願いします。じゃあ、はい、じゃあ太田さんと片岡さん、力自慢見せたいです。得意です。バチバチやってます。いいね。シンプル。はい、足立区を背負ってやっぱ喧嘩しに来てるだけなんで、ただ今日は足立区のアメラでだけに勝ちに来たんで、いい、ね、それだけですね。はい、いいね。今の言葉が返せるように頑張ってやっていきます。いいね。わかりました。じゃあよっ、はい、えい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 よい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 よってのも違うんで、まあ、結果は分かってたんで、もしこれでじゃあリュウジさんが代表になれたら協力はしてもらえるというか、もちろんもう全国のワリアーズバジバジやってよ。私はあの舐めてるやつ全員やります。いいね、いいね、やろう。ちょっとまあここシビアな話なんで、ちょっと向こう側でやるか。
僕の意見はもう大久保さん、うん、俺もそう思う。条件付きで秀虎さんの、うん、あのその練習に来れるかどうか、うん、そうだね。それを今リュウジさん呼びます。したらそうだね、呼んで。おっす、ありがとうございます。おめでとうございます。そこ閉めてもらって、しゃっきり言ってヘビーで迷ってる、はい、で条件付き、はい、朝練、はいはい、絶対的な約束で最低週には来てほしいんだよ。朝練を、朝練、走る、うん、走る。自分のスタンスがやっぱ練習していきたい、うん、もちろん、はい、もちろん、もちろん、はい、もちろん。で、ね、路上で喧嘩で、じゃあその前に練習する人どこにいるのって言ったら、うん、いないじゃないですか。いないね。竹内さんと喧嘩するのに、ね、練習する、喧嘩するバカなんて、うん、ただの弱いやつだと思ってるんですよ。そうだね、そうだね。いつでも声なんで、うん、来た時にで何ができるか、うん、だと思ってるんで、今回、今日は嵐区っていう形で来させてもらったんですよ、うん。それが都内になったら、今回もしょうがない時代させてもらうことしかできないんで、うん、仕事ももちろんありますし。うん、待った。じゃあちょっと、ちょこっと。あのもうちょっと樋口さんに話させて、はい、します。お願いします。確かに分かるんですね、言いたいこと。なんか詰まります。あ、不満はないんですけど、ヘビがどうしたみたいな感じで。もうあ、ちょっと待って。やっぱりそうやって詰まるもんがあるじゃん。で、もう一人の彼も見てくる悪さはあるわけじゃん。じゃあこれはもう、ありがとうございます。ここでちょっともう代表者選出で選ぼうかと思ったんですが、ちょっとあの秀虎監督からちょっと皆さんに一言ありますので、ちょっとお願いします。樋口さんも僕もそうだけど、負けりゃ終わりだから、そうドラレだから。だから最後1試合、悪いけどさ、ヘビー級やってもらえる？はい、ですよ。これ最後2人呼んでください、はい、名前。この2人の勝者が足立区の背負っていく大将になります。ちょっと皆さんぜひ試合終わったらみんなで大声で応援してください。はい、うん、いけい、よし、さあ、はい、よし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 、っていうことだったんで、まあ、その時から、まあ、もう俺がやるしかないなっていう気持ちで来たんで、まあ、結果的にももちろん代表になって、まあ、予定通りっていうか実力も見せれたのかなって思ってます。やっぱブレイキングダウンが始まって、やっぱいろんな人からあの出ないかとかいろいろ声かかったんですけど、本当に興味なくて、その中で足立区っていう枠ができた時に、ちょっと足立区と、お前ら他で、ね、やってんならいいけど、足立区はお前俺が出ないと許さねえぞと、そんな気持ちで今日来たんで、まあ、やっぱ対マンではやっぱ負けてなかったんで、まあ、ただ俺から喧嘩売んないっていうのが、まあ、あったんで、それはもう自分の仲間もみんなそれを知ってて、やっぱ自分の仲間になってくれたんで、弱い者いじめも好きじゃなくて、基本的にやっぱりその、まあ、ガタイもありますけど、まあ、自分の方が強いと思ってるんで、だからこそ、まあ、弱い人を守りたいっていうか、やっぱ男ってやっぱその人を守るというところに対して、やっぱ自分はその生きてきたつもりなんで、そこはこの先も変わらず、やっぱ貫き通していきたいと思ってるんで、はい、まあ、喧嘩になれば自分らが行って喧嘩をして収めて話を収めると、やっぱ上の人間が出てきたりとか、そこでお前私の大久保かって言われた時に、そうですと、自分のは逃げを隠れもしないんで悪いことは謝りますと、ただ自分らも引けないとこ引けませんっていうのを、その逃げずにやっぱやってきたことは間違いなく、みんなが多分自分よりみんな皆さんが分かってると思うんで、私のなんで今日はあの堂々とここに立たせてもらいました、はい。
やっぱり足立区って昔からやっぱそうやってなんか悪だって言われてきたんですけど、やっぱ自分が仲いい先輩とかは悪いというよりまっすぐで、そのなんかイメージをもっと変えたいなっていう、自分はやっぱいい人、みんないい人だと思ってるんで、まあ、付き合いもしてる人もいますし、その気持ちもちょっとあって今日出てきたんで、なんで悪が悪いっていうわけじゃないその印象をちょっと今日は変え、この先ブレーキングダウンで証明していきたいと思ってます。はい、はい、じゃあこの5人に決定しました。足立代表だけじゃなくてもう東京代表だと僕は思ってるんで、うん、もう本当東京代表の、ね、かっこいいヤンキーが集まったなと思ってます。本当にぶっちゃけね、俺ここまで熱い試合になると思ってなかったね。大将しっかり2回勝ったし、足立君強えなと思った。負ける要素がないよね、全国の。ビシッと勝ちましょうみんなで。地区対抗戦がねあるんで、もういきなりオーディション会場行ってみんなで喧嘩してやりましょう。もうボコボコにして、もう始まった瞬間からもうやりましょう。俺らも行くんでね、足立を見せてやりましょう。いいね、はい、いいね。キングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意しておりますので、まずは資料だけでも概要欄からお問い合わせください。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは様々な未公開映像を配信、こちらもぜひチェック。ブレイキングダウン10では剣獄のほかエクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。